はいどうも、えイズログイーズです。えまた、ユーザー車検ネタなんですが、まあ、ユーザー車検にかかった総額の費用と、軽自動車の継続検査手続き、まあ、ユーザー車検、これを自分でやるとどうなる、どんなものなのか、っていうことをちょっとざっくり話していこうかなって思います。まあ、結論から言うと、ユーザー車検は自分でやった方がいいですね。えー、大体まユーザー車検を自分でやって、あの、 トータル、今回かかったものですね。僕が今回払ったのは、軽自動車の軽貨物、スズキエイブリーの 62V ですね。軽乗用ではなくて、軽貨物で、締めて38,950円ですで。ちなみにこれらは、この他にかかった余計な費用ですね。1000円と、えっ、ー、と、いくらだ、1,510円かな。 あのナンバープレートを本席,本本席地に変えたのと、えっ、ー、とですね、ナンバープレートをまた引っ越しで変えるときに、あの、なんだっけな、ナンバープレートの住所を変えなければ、その前の住所のところのナンバー持ってられるじゃないですか。で、それを今回はしなかったのを、今回それやめたので、えー、時系自動車協会で、えっ、ー、と、なんだっけな、あのー、 ナンバープレートを変えても変えるときにあの、じゃあ、このナンバープレートの、なんだろうな、請求って来ちゃうんですよ。重量税だったかな。確か。自動車重量税ですね。自動車重量税がまあ前の県のところから請求来ちゃうから、それを差しあの止めるために、じゃあ、こちらで手続きしますか、それとも本人様でやられますかっていうことを言われるんですが、まあ、僕はちょっとそれが、 あの、分からなかったので、1000円ですね。1000円払ってやってもらいました。なので、38,950円の内訳から、1000円と1,510円を引いて、2,510円を引くと、2,500だから36,440円ですかね。36,440円。これが、ユーザー車検でかかったお金になりますね。 だ、はいたい、まあ、前回ですね、まあ、イエローハットでやってもらったんですけれども、まあ、イエローハットでやってもらうと8万出たかな去年はあ去年じゃなくて前回ですねいろいろワイパーを変えましょうとかその備品ですね 前の2本、後ろの1本、あとはブレーキフルートだったりなんか、であとこれが鈴木のディーラーに行くともっともっと高くて、まあ、これもやってられないなっていうので、思い切って今回、ロアアームが歪んだ状態でも、あの、イエローハットの車検で通ったっていうことは、もしかしたらユーザー車検通るかもしれないっていうことでやってみて、今回当たりでしたね。はい。では、えー、っと、じゃあ、軽く。 まあざっくりざっくりできますね。まあ、これは事後報告的な動画なので。でまあ、まず準備するものですね。自動車、自動車検査証ですね。まあ、これは全部自動、自動車、僕は軽自動車だったので、軽自動車協会へ行って、全部もらいました。で継続検査申請書 OCR シートですねで。これももらえます。で今も出しちゃったから手元にいるのはないですね。 まあ、これらですね。まず、必要なものは自動車検査証継続検査申請書、OCR シート、自動車損害賠償、責任保険、共済、証明書、点検、整備、記録簿。で、この4番目の点検、整備、記録簿の提出は、僕、あの、八王子でやったんですけど、八王子のところでは、えー、なんでしょうね、12ヶ月、 点検とかの記録を、記録を出せるっていうこと言われませんでした。なので、4番は僕は今回いらなかったですね。で、12ヶ月点検に関して、あの、この前に鈴木のディーラーでも、あの、確認はしたんですけど、なんかね、後整備っていうので、12ヶ月点検っていうのはその義務ではないので、いらないっていうことを確かね、鈴木のディーラーで言われちゃったんですよ。本当に大丈夫なのっていう。なので、 それですね。点検整備記録簿に関しては、提出を求められませんでした。なので、必要ではなかったですね。僕の場合、今回は。はい。で、軽自動車納税証明書ですね。で、これは僕は発行してもらってます。これ,これ200円かかってますね。自分の市町村、自分の本籍地ではなくて、車のナンバープレートの本籍地の役場に行かなくちゃいけないんで、 これが今回めんどくさくて、あの、こっちに、あーまあ、こっちっていうか自分が埼玉なんですけど、そこの場所ですね。自分の本席地に戻した後に、あの、自動車税の納税証明書を発行してもらっているので、まあ、これはナンバープレートを引っ越して前のいた他県にからどこか他の県に引っ越して、ナンバープレートが前の県のところで、 変わってないということであれば、多少は自動車税、納税証明書の請求が難しいというかめんどくさくなりますね。なので、これに関しては、えっと、車のナンバーの本席地の役所の窓口ですね。そこでやるともらえます。で、自動車検査あこれは協会でもらえますね。あの予約すると。 あとは自動車重量税納付書。で、これが、これはですね、まあ一応、ここですね。まあこんな感じ、僕は玉だったんですけれども、あのー、なんだろうな、僕八王子でやったんですけど、ファイブチェックっていう八王子の予備検査場でもあの自賠責保険と一緒に払っちゃいましたね。なので、えー、まあこの7点 は、まあじえー、自動車協会と、自動車重量の、重,重量税の負傷に関しては、あの、予備試験場でも払うことが可能です。で、検査手数料は、えー、1400円ですね。で、まあ、これ結構忙しいですね。はい。で、検査の受け方になりますが、こちら。あ、ちょっと見づらいかな。はい。で、これが普通の外観検査になるんですけれども、 初めてですかって聞かれるんで、初めてで容量が分かりませんって言えば、あの必ずあの初めてあの受ける人用にあの、丁寧にあの教えてくれる、あのー、さ指導員の人がいるーレーンがあります。八王子の場合には一番レーンで奥の場所でしたね。なので初めての人は、これらの検査ですね。最初準備、一名乗車、ホイールキャップ ホイールキャップですね。まあ、受験前に取り外してください。ホイールキャップっていうのは、要は、あの、ホイールを固定しているナットが見えるかどうかだそうです。で、まあ、外観検査、待機、えー、動いて待機線、そして入場ですね。建物の中に入りますが、排ガス検査および記録。これは自分で突っ込みますね。まあ、これは確して難しくはなく、このサイドスリップとか、止めるが意外と難しかったりするのと、 確かね、サイドスリップの場合はね、あ、これはいいのか。ブレーキテストですね。一番難しいの。ブレーキテストの場合は、なんだろう。ブレーキペダルを本当に一番奥まで踏み込まないと、ちょっとブレーキの効き甘いですねって言われるんですよね。予備,、あのー、予備検査場でも言われたんで、本当にグッと。 一番踏みしろがなくなるまで踏み込んでくださいって言わ,れ言われたんで、もうこれ本当にブレーキペダル折れるんじゃないかぐらい僕踏んでましたね。それでようやく、まあ、普通に受かったって感じですね。であとは、えーと、ヘッドライトじゃなくてブレーキですねあのさ。あの、ハンドブレーキ。ハンドブレーキの検査もあるんですけど、これもあの一番上まで引き上げてください。じゃないと落ちます。<laughs> 僕、全部予備試験上で。 全部、ブレーキとハンドブレーキもう一回やってもらっていいですかっていうふうに結構疑いをさせられたので本当にグッといっぱいまでハンドブレーキは上げてフットブレーキは一番最後まで踏んで踏み込んでくださいって言われてました。であとはまあヘッドライトですね。でこれヘッドライトに関してはあの落,ち落ちます。あの何が落ちるかって言ったらあのゼロビームはみんな落ちる。 人が多いいらしいですね僕も実際左のライトは受からなくて、あのー、ハイビームにしたときに光量が出て、じゃあいいですよっていうふうに受かったので、まあそんな感じですね。えー、ロービーム、ゼロービームが受からなかったとしても、まあ、ハイビームでちゃんと光量出てれば受かる、そんな感じでした。はい、まああとはそうですね。まあ、ユーザー車検の内訳。まあ 結論としては、ユーザー車検はまあ、自分で受けた方が安いよっていうことですかね。八38,950円、これにはまあ、えー、自遺跡も入ってて、まあ、ナンバープレートも変えたものと、ナンバープレートの、なんでしょうね、変更と、あと前の住所から請求が来なくするようにのする代理の手続きも、1000円でやってもらってはいるので、 まあこんな感じでしたね。えー、まあ断然、まあユーザー車検を選んだ方が得ですね。っていう、今回の動画でした。では失礼します。